なんか来たよ、なんか来たよ、なんか出てきたよ。でも邪悪な、いや邪悪だって。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、ってことで、あれか、あのなんか見張りみたいなやつらを全部なぎ倒してやっつけて、で、あれよね、バールーダニアやっけ、あれをなんか大砲で撃ったよね、確か。大砲で撃って、多分移動していったと思うんやけど、なんだ、どうすればいいんだ。とりあえずバールーダニアが移動してって、マップで見た感じ、またなんか結構遠くなったよね。え、これで？ま、大砲なん、え、どこ？これ行き止まり？待って待って待って、どこどこどこ、どこですかね、こっちか。あ、なんかここに道があるな。何これ。あ、おったおった。ん？なんかマップで見るより近く感じる。またこれで追い払うってことかな。来た来た。え、違う。はあ、私の貴重な矢が。違うんすよ。これだ。はあ。で、てい、待って、どの辺、ここか。あー、違う、ちょっと待って、あ、そっか、止めれんのか、これ動いた状態でやるんか。今の当たってないの。確実に直撃したと思ったんやけど。あ、待ってくれ。まあいいや、一回爆発させとくか。はあ。もうちょいお腹らへんってことかな。どの辺狙えばいいんだ。ここか。あ、当たった当たった。さっきのも当たったと思うけどな。やっぱり納得がいかんやつ。これどこまで？うわー、大丈夫かい、ユンボ。やったー、また当たった頃。ダルケルの守りがあれば全く痛くない頃。さすがご先祖様頃。なんか脳震盪を起こしてそうな感じはするけどな。大丈夫なのか？この調子で弱らせれば中に入れるかもね。さあ、あと一息ころ。ちゃんと弱ってる？あれかな？なんかチラッと見えとるけど。さあ、行こうぜ。もうあれよね。何？攻撃してくるあいつらはもうおらんけん。自由自在に走り回れるぜ。ここってさ、多分風で上がれるんよね。あのさ、一番、あの左端にある、あれ多分、何やっけ。あれが多分、その神獣の力みたいなやつやろ。あの、かける3ってなっとる、あの鳥のやつが気流に乗るやつかな。気流に乗って、気流に乗って上に行く必要はあるのか。ん？あれかな？あれっぽいね、次の。よしよしよし、行こう行こう。ユンボー頑張って。走って走って。さあ、ここだ。来た来た。待ってー、もう収まってますけどね、そこに。よし。入ったね。はっ、この辺か。
よし、当たった。さっきあと1回って言ったよね。これでいけた？何？大丈夫？爆発する？プシューって言うけど。てか思うけど、この真珠とやらは機械？機械なの？生き物なの？なんかめっちゃ上の方行きよるけど、大丈夫それ？火山の中落ちない？怖い怖い怖い。何？お亡くなりにならないよね。中入ったことない？今。噴火したんですけど。待って待って待って。この位置におったら死ぬよね。いや、リンク死ぬって。やった、やったの？あ、なるほど。そういうことなのね。あ、まあ、あれか。この場所の、まあ、要はなんか守り神的なものやったんやろ、本来は。ってことは、まあ、暑さでやられることはないよね。ユンボーはそこで待機。うわー、暑そう。まあ、でもあれか。耐火防具を着とる剣大丈夫か。じゃなかったら、なんか一瞬で消し済みになりそうな感じよね。こんな場所。ワープ地点としてこの場所をマップに登録します。あ、これでいつでもルーダニアの入り口までやってくれる。そっかそっか、そういう感じやっけ。おお、久しいな、相棒。これルーダニアの声？ルーダニアじゃなくて、あれか、あいつの声か。おめえは必ずここに来る。なんか、名前忘れたけど、ゴロン族のあいつか。英傑？ガノンに乗っ取られた。このルーダニアを奪い返しに来たんだよな。そうです。多分これが最後の一体やったよね、確か。だって左側で撮ったさ、この真珠のマークが3つやったはずやけん。4真珠よね、確か。違った？わからん。あれがマップの情報が入った誘導石だ。あそこへ向かえ。マップの情報が入った誘導石。ほう。マップを手に入れなき。暗い暗い暗い。何？暗いんですけど。やめてよ。暗いよ。あの目玉って壊さんといかんのやっけ。壊せた、あ、壊せるよね。怖い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 。何？覚醒。何？怖い怖い。あ、別に攻撃してくるとか。ねえ、なんか、何これ、開く？あ、これ宝箱？何かも全く見えないんですけど、竜骨ボココンボ。普通になんか、目玉って思った。よっ。これあれか、近づいて放っといたら攻撃してくるんかな？なんか、この敵がちょうど、なんか、明かり代わりに。でももう敵倒し、あ、松明や。火をつけると燃え続ける松明。これ以上ポーチに入らない？絶対松明いるやろ、ここ。待って待って待って。シャキじゃなくて。ちょっと待って。コンボじゃないわ。松明は、どこで持つの？竜骨ボコバットとか、この辺が多分、ね。多分敵倒したら、また落としてくれそうな気がする。違う違う違う。竜骨ボコバット開くじゃないわ。拾わないで。今捨てたんだ、それ。よいしょ。はい。これで取れる？あ、取れたっぽい。なるほど。武器に入らないでくれないかな。でさ、待って、松明。あ、一応松明手に持ったら、あれか？いや、手に持っても、火。ね、この青いのって火として使える感じ？ちょっと待って。あ、使えた。で？この明かりを持って、
え、でも敵と戦えんよね、これ。びっくりした、なんかと思った。どこ、何？ねえ、進める場所どこ？あ、ここか。ほうほうほう。マジでさ、松明持った状態じゃ。え、このマークってなんかある？松明持った状態じゃさ、敵と戦、何これ。え？ねえ、あの目玉何？でもなんか、ん？これなんだ？これ、あれか？扉か？マグネキャッチするやつやない。え、そんな名前やったっけ？ちょっと待って。ここか。マグネキャッチ、マグネキャッチ。こっちか。か。あ、ほらほら、え？はあ、あ、思ったよりでかかった。あ、そういう感じか。え、待って待って待って。なんか、あれやんね。え、あの、木の部分はどうしたらいいんだ？あの木の部分どうしたらいいんだ？あの木どうやって溶かすんだ？あ、ここになんか松明灯せる。あ、開いたぞ。え、あい、敵がいるな。ちょ、待って、一旦、え？いい？ちょ、待って待って待って。え、待って待って。とりあえず開いたけん。え？ひぃ。あ、一発ですか？あ、よかったよかった。一旦進んで、なんか落とした？古代のネジ。ふんふん。あ、あそこのあいつもやっつけんといかんのやないん。違う？あ、そっか。よいしょ。うえい。なんか結構な広範囲が。見えてないけんさ。とりあえずなんか宝箱出たね。騎士の弓。ふんふんふん。え、で、どこに行くんだろうか。え、どっから入ってきた、これか。え、ちょっとさ、ちょっと待って。一旦出て、一旦出て、もう一回ちょっと、あの、松明、松明。はっ。で、もう一回入るか。ね、とりあえずあの、え、あそこにもいるな。ちょっと、先に言ってくれる？また松明しまわんといかんやん。はっ。これだっけ？で、どれぐらいの、なんか上の方だけ。なんかこっちに行ける。見えねえ。あ、ここにあった。なるほど、なるほど。え、で、敵がおるんじゃない？リファーの祈り。何？いつでも使える。あー、びっくりした。もうやめて、ちょっとタイミング。敵に見つかったかと思ったわ。ん？なんか台座あった、台座。ってことは敵はいなー、いないね。何？どうするのこれ。シーカーストーン認証。マップの入力を開始。これマップ？これがいいよったマップ。あ、マップってあれか、このシーカーストーンに、なんていうん、入ってくるんか。そっかそっか、紙のマップじゃないんね。おー、現在地ど、え、現在地どれ。最初なんかあの紫の水玉みたいな模様かなって思ったけど、2箇所あるな。心中操作が使えるようになりました。ん？心中操作？心中操作？ん？心中のマップを手に入れたな。うんうん。手に入れました。光っている印が心中バ・ルーダニアを制御する端末だ。ああ、なんかそんなことしよったような気がするな。ルーダニアを取り戻すためには、
制御端末を全部起動させなきゃいけねえ。託したぜ、相棒。お、お、明るくなった。やった。おお、ああ、いいね。明るいって素晴らしい。明るいって素晴らしいよ。あ、今の私は、ちょっと待って。ちゃんと剣装備しとこう。まあ、剣っていうか、龍骨ボココンボでいいや。とりあえずは。いやー、待って、怖い怖い怖い。火がついた。じゃあこれはやっぱ全然関係なかったってことか。あ、なんかさ、さっき心中操作、なんかいろいろ向きみたいなの変えれよったっけ。なるほどね。この辺はもう敵はいないんすかね。うわ、明るい。これか、落としたやつ。あれ？なんか開けてない宝箱あるな。え、さっきからあった？近くでこんなもう一個光寄ったっけ？氷の矢かける5。うん、光寄ったらわかると思うんやけどな。あ、で、これよ、これ。炎の矢で燃やせたりするかな。あ、燃えた、燃えた。イエーイ。で、ちょっと普通の方に。やったやったんで、マグネキャッチ。え、ちょっと待って、引いたのになんか、奥に行ったんですけど。あ、これまた大豆じゃない？イエーイ。制御装置ってこれ？違う？シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末おー、これが制御端末や。ふんふんふん。調子だ、相棒。やったー、嬉しい。あっという間に1個見つけた。まあ、それをあと3つ見つける。あと4つ？勝手に減らした。あと4つ見つけるのが大変なんやろうけど。あ、そっか、これ、あれか。その、何？その、心中操作。心中の向き変えんかったら、進めんってことか。そういうことやろ？だってもう行く場所ないもん。で、ほらほらほら、だってその辺とか、なんか出ていけそうな感じするやん、向き変えたら。もういかにも扉ですみたいな感じ。待って待って、どうやって、心中操作。これか。90度傾ける。ん？こっち？こっちしか無理なんよね。キャー！あ、宝箱が。とりあえずちょっと床になりそうな。めっちゃ吠えてますよ。あ、あそこに敵がおるね、目玉の。ん？これは、危ないね、落ちるね。いや、だってこれさ、心中だってさ、自分の意志というか、動きよんのにさ、なんか強制的に90度回転させられたら、そりゃ吠えるよね。うわ、めっちゃ長い道。ん？大丈夫？途中に敵がおったりとかせん？敵はそんなに多くはないんかな。ええー、外に出てきたらこうなるのか。え、辛い。ねえねえねえ、これは？これ扉じゃないの？え？あ、なんか中に。これ、矢で撃つ感じかな。いや、でもさ、あれじゃない？矢で撃ってもさ、なんか一瞬しかつかんかったくない？いや、でもこの隙間でこれって、あからさまに。え？え？いけんやん。他になんかこの辺いけそうなもの。いや、ないけど。え？でもこの隙間って絶対、え？違う？こう通れるね。よしよしよし。あ、台座やん。
ほら、あれやん、制御端末。え、どうやって行くのあれ。え、待って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 、あれどうやって行くん。ここから起動できんよね。え、待って、え、なんだ、どうやるんだ。とりあえずここに降りて回転させる。え、わからん、一旦やるか。あ、これで降り立てる。あ、そういうことや。いけた、やった、一箇所いけたよ。これだな。よし、シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと3個。よし、急ごうぜ。いや、急ぎたいんだけどね。いや、急ぎたいんですけどね。見えてはいるんだよ。見えてはいるんだけど、いけないのよ。え、でもさ、全体的にこの、何？食材？なんか普通の火じゃなくってさ、青い火なんよね。いや、ただ青い火を、灯したら、なんか扉が開いたりとかしていきよったけど、え、これさ、待って。この普通の矢に、あ、見て見て見て。青い火つけれた。これじゃない？これで。これで。無理かな。ちょ、待ってね。消えた消えた消えた。ね、消えた消えた。でも矢の本数減ってないけんな。これでいけるんじゃない？あ、ついた！なんか今敵おらんかった？気のせい？気のせいやった。でもちょっと待ってね。開いた開いた。やったね。やったねやったね。え、なんかめちゃくちゃ燃えてる。これマグネキャッチでなんかできんか？え、ちょっと待って。違う違う。あれできんね。でもこういうのさ、なんかなかったっけ？今までの場所で。なんかあった気するよね。え？爆弾か？リモコン爆弾。はあ。違う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 。はあ。いや、何もない。え？あ、待って、ここで、氷？氷の矢？違うな。根っこの部分。違うな。待って待って待って。せっかくこの中に入って、多分位置的に、この炎の向こう側に、あれじゃない？あれ多分制御装置よね。どうやってやるんだ？ねえ、水をください。この火はどうやって消すんですかね。お、なんか落ちてくる？うぃー！は？え？これで塞ぐ？え？私はどうやって通るの？いや、まあ、でも一応、あれか。ビタロックって何やった？敵の動き止めるやつか。とりあえず、ほう。え？これでどうしたらいいんやろ。痛い、熱い。
これでどうしたらいいんやろ。いや、段差が潰されるっていうか、段差がほぼなくなる。こういうことや。なるほどね。いけたー。今私どういう、ここで回転すればいいってことやな。これで回転して、よしよしよし、これを起動させると。ふー、なるほど、そういうことや。シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと2個。もう少しだな。あと1個はさ、見つけるってもないんやけど、あ、火消えとる。で、この、これは、もうここだけってことやんね。おそらく。まあ、ここから出せんもんね。なるほど、なるほど。で、多分発見しとるのが、え？発見しとるのが、あの、トサカ部分、多分トサカ部分が、ラスト？もう一個どこ？あ、そっか、あれか。位置的にあの扉の中、やんね。位置的にあの扉の中やんね。来た来た。おお、何？開いた？イエリー。なんか今体燃えてなかった私。なんか弾あるよ。え、なんか弾あるけど。ちょっと待って。この弾。え？この弾どうすんだ？マグネキャッチできそうなものはないな。あ、危ねえ、怖。めっちゃギリギリの位置でしよった、私、怖。ちょっと待って、これ、一旦、こっち向きにして、なんか転がってった、転がってった。え？なんかめっちゃ転がってったけど。待って、もう多分松明はいらんよね。あ、危ない。内部に戻りたい。これか、内部。ちょっと待って。邪魔だよ。ああ、これ中やね。ねえ、さっき転がった玉どこ行ったの？なんか下に落ちてったよね。え？どこ行った？さっきの弾。火消しとかんと。え？どこだい？え？別に何もないな。やっぱりこれしかない。あ、え？なんか出てきた。ねえ、弾出てきたよ。この玉どうするの？え、はまった。なんもせんでよかった。開いた開いた開いた。え、開い、え？いつそこに来た？やっぱあの中やったんかな？太さが違わんかった？やったー。これであとトサカの部分？あそこ普通にたどり着けたもんね。一番最初というか。シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと1個。あと1個だ。あと1個。よっしゃー、いける。いけるよ。あとラストだけってことやろ、あの1個。回転回転。わー、体力めっちゃ減ってる。体力めちゃくちゃ減ってる。どこから外に出るんやっけ。さっきまでおった君よ。どうよ。おっしゃ、いったー。本体小さいな、もん分かりづらい。よし、これでいけるね。シーカーストーンを確認しました。よーし、制御端末はこれで全部だ。メイン制御装置を起動させられるようになったぜ。ふんふんふん。マップをよく見な。新しく光っている
大きな印があるはずだ。え、これ全部解放したらさ、もうそれでクリアやっけ。けど、え、気を抜くなよ相棒。うわ、なんかありそう。なんかルーザニアと対決みたいなのないよね。え、なんかあったりする？ちょっと待って、これはとりあえず一旦この辺に降り立って、あ、これやんね。オッケーオッケー。なんかありそうよね。そんな、なんか、いや、でも全部解放だけでも十分やと思うんやけど。めっちゃ燃えてる。うい、ほら来たよ。なんか何が現れるの？今までのパターンを覚えてないけんさ。なんか来たよ、なんか来たよ、なんか出てきたよ。でも邪悪な、いや邪悪だって。めっちゃ敵だって。うわ、真珠バルーダニアに救う炎のカースガノン。あ、そっか、こういうやつか。そっか、真珠の中におるやつなんか。うわ、待って、私今体力めちゃくちゃ少ないと思うんやけど。無理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 。今このタイミングはいけるんか。いや、何もできてないと思う。とりあえずあれがこっちに飛んでこんように。え、マジ攻撃できてないよね。ねえ、どうすればいいの。あ、何、今あれか、ぶった時に行けばいいのか。でででででで、お、いいんじゃない。怖い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 。あ、すぐ出てきそう。もうでも思ったよりいけそうよ。あ、怖い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 。この思ったよりさ、あの、一回ぐらい、怖っ。ゲームオーバーに、何それ。ねえ、やめてやめてやめて、うえぇ、死ぬ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 。今ので随分とやられちまった。ええ、めっちゃやられたよ。え、これ今、いや、でもいけるんじゃない。怖い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 。え、あともうちょっとなんやけど。え、近づいたらレーダーやられるってこと？普通逆じゃない？遠くにおる方がレーダーやられるんやねん。きっと、あとちょっとなんやって。多分、あと数回攻撃できたらやっつけれると、思うんすよ。さっきのレーダーが怖くて。でもあとちょっと。割と攻撃は避けやすい感じの攻撃が多い気がする。もうあれ、なんかほん、いやー近い、早い。あ、近い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 。無理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 。ね、あとちょっとあとちょっとあとちょっと、しゃがまないで。私いけた、やった。ね、やったよ。一回も死なずにいけたよ。やったやった。いや、素晴らしい、自画自賛。ふー、なんとかやったね。はー、嬉しい。これで全員解放できたってこと？真珠たちは。どうなんやろ。あ、体力増える？大事大事。ハートの器。
試練を克服した者のみが得られるとても貴重なもの、ハートの最大数が一つ増える。ふぅ。え、で？あ、これ？まだ起動してないんか。メイン制御装置を起動すると真珠内部に戻れなくなります。本当に起動させますか？あ、いいです、いいです。はい、起動させてください。別に、全然戻りたくないんで。これで OK？ 解放される？ルーダニア。やったな、相棒。ね。ふぅ。ダルケル、ゴロンの英傑。おめえのおかげで、俺の魂も解放された。よかったよ。ありがとうよ。いえいえ。しかし、面目ねえ。俺はハイラルを守ることもできる。この魂が解放っていうのは一体どういう状態なん？おめえに偉い苦労をかけてよ。普通、魂が解放されたって成仏するんじゃないん？でもよ、ルーダニアも。全然普通に冒険の中でさ、力使わせてくれよりはね。前の仕事だけはきっちり果たせそうだ。なんか、あれ？自爆霊的な感じで縛り付けられとったってこと、ここに。カノンの野郎を狙いに行くぜ。それが自由に動き回れるようになったっていう、すげえ一発、そういう本当の意味の解放なのかな。それから俺の力、ダルケルの守りをおめえにやるよ。お、防御がってことか。もう使えねえからな。役立ててくれ。あざす。怖い怖い怖い。めっちゃ体力ギリギリで頑張ったな。ね。おー、ユンボーと一緒。忘れるなよ。これからのおめえには俺の守りの力が共にあるってことをな。あざす。そういうのをいろいろ駆使してガノンと戦わんといかんねやな。姫さんを頼んだぜ。なになになに？火山や火山。あ、ルーダニア？来た来た。もうあれか。なんか邪悪な木みたいなのはまとってない？え、まとってなかったっけ、そんなの。なんかまととったよね。向かってるね。で、ここからあれや、みんなと同じように光線みたいなの放つんやな。うわー、顔が開いたよ。顔が怖いんですけど。よーし、これで全部？いつでもガノンの野郎に一発かませるぜ。それはまだかましてる状態ではないんだ。リンクが奴と戦うとき、このルーダニアのどでかい一撃をガノンにお見舞いする。この延々とさ、みんながこのなんかビームみたいな注ぎよりやん。100年ぶりの力使い果たさんのかな、いざ本番って時に。悪かねえ景色だ。どうやら我がふるさとも健在みてえだな。ずっと自由じゃなかったけん外が見れんかったんか。ゴロン族はどうなったかね。無事で元気ならいいんだが。めっちゃ元気やったよ。お、見えた。本当に悪かねえ景色だ。子孫も見れたし。かわいい。めっちゃ手振りよる。でももう一箇所ぐらいなんか来そうな感じするけどな。これで全部？わからん。
お、戻ってきた。英傑ダルケルの守り。英傑ダルケルの守りが宿った加護の力。ZL を押している間に敵の攻撃を受けると自動で弾くことができる。ZL。ふんふんふん。リンク。お、ゼルダ姫。リンク。ありがとう。あ、すべてや、すべて。すべての神獣と英傑たちの魂が解放されました。まあ英傑の方で考えたら分からんけど、神獣で考えたら4って感じするもんね。ハイラル城でガノンと戦う時を。うわー、そろそろガノンが近づいてきた。私も待っています。ゼルダ姫は何なの？囚われてるの？いまいち状況が理解できてないけど、まあ、でも大体ずっとそうよね。ガノンに囚われとんか。ふう、なんかめっちゃこっち見られよる気がするけど。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか個人的に絶対何回も死んで復活して死んで復活してってすると思っとったけん、一発で生きたのめちゃくちゃ嬉しい。すごく嬉しい。やったね。ひたすら弓矢やけど、まあ、でも安全圏から攻撃するのが一番よね。